ごいな。どう、気持ちいい？気持ちいい、めっちゃ気持ちいい。いい、痛い、気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。いいね、いいね。いい感じ。いい感じ、いい感じ。さあ、お姉さんどう？肩こりある？うん、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ？うん。超？うん。ウルトラ？うん、ハイパー？ハイパー。デラックス？デラックス。オッケー、あ、あるわ、うん、あ、まあ、ハイパー、まあ、ハイパーより手前ぐらいはある。はい、いくよ、うん、まずちょっとね、ゆっくりからやっていきます。硬、うん、いなでしょ。これ結構あるね。カチカチの、うん、カチカチな方、うん、いや、カチカチの上、ガチガチの方、ガチガチの、うん、やばい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 、うん、いい感じ、いい感じ。あ、まずね、力加減からどうでしょう、うん、今全然大丈夫、うんうん、だんだん合わせていくからね、うん、まずはあの弱火から中火でいく、うん、おお、結構跳ね返るぐらいの肩してるね、うん、あの肩こりで頭痛とかそういうのあります？する、する、うん、あ、じゃあもう結構来てるね。じゃあ今の仕事結構長い感じかな、うん、ですよね、うん、これぐらいの肩してるんだったらもうだいぶ影響来てるわ。はい、行くよ。よいしょ。おー、すごいな。どう、気持ちいい？気持ちいい、めっちゃ気持ちいい。いい、うん、マッサージ師なんで、ね、その言葉が好きなんですよ。その言葉が好きなんですよ。本当、もう気持ちいいって言われたらもうこっちもやる気が出ます。右と左どっちがこう肩こるとかあります？両方。両方だよね、うん、なんでですかわかんないけど左も、うん、いや、もう両方でも本当凝ってます、うん、まあ、まあ大概は右とは言うけどね、うん、そうらしい。あ、でも右の方が硬い。やっぱそうなの。うん、ちょこっとの差ですけどね、右の硬い、うんうん、ガッチ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 。この分だとね、肩甲骨指入るから、うん、入らないかもな、これマジで、うん。跳ね返るわ、うん、ゴムみたいな形してる。そう、ガチガチなの、うん、多分ね、これ学生の頃から、うん、ずっとずっとですよね、うんうん、結構天性のやつも入ってないとここまでならないと思う、うん、普段立ち仕事でフクワクどっちです？両方、あ、うん、ハーフね、うんうん、あんまよろしくはないな。はい、次、はい、まだとはちょっと首いきましょう、うん、まあ、まあ楽にしてね、うん、首も硬い、うん、硬い、うん、普通に硬い。あ、これお姉さんマッサージ行った方がいいっすよ、やっぱり。マッサージ行かないとこれはどん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 硬くなってくるから、今良くても10年後とはね、どん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 お体更新されていきます、進化していきます、うん、進化条件が整ってるよ本当これ、うん、やばいやばいやばい、頭痛のツボ、はい、うん、はい、家庭全部家庭家庭っていうのが僕のこの指が勝手にこう強めにやるんですよ、うん、いや、もうあの凝ってない人はね、こう自動的に弱くするんですけど、うん、これだけ強くやってしまうってことは、うん、やばいっすね、うん、はい、はい、反対いきます、はい、はい、どう、首気持ちいいぐらい、うん、気持ちいい、気持ちいいな、うん、あ、マッサージ行ったらこれは強もみレベルだな、うん、姉さん、うん、強もみレベル、結構ずっとやっても気持ちいいレベルの方やな、うんうん、最後マッサージ受けたのっていつ頃です？全然してない、うん、うん、マジか、行こう、いっ、よいしょ、よいしょ、はーてー、うん、寒くなると悪いんじゃないかな、うん、やっぱ、うん、はい、こうしまして、はい、ちょっと減ってるよ、うん、よいしょ、はい、OK、肩甲骨探していきます、はい、よし、はい、はい、これをね、腕をね、よし、あ、まあ、楽にしていいよ、力抜いていいよ、うん、
あ、そっちはいらない。こっちはもうブランとして、うん、こっちだけね、力を抜く感じで置いておく。もう置いておく、置いておくだけで。ここから肩甲骨を開いていきます。めっちゃ痛い。うん、あ、でもまだ指が入るな、ギリギリな。いい、うん、入る子、はい、うん、入る子、まだ、うん、もっと入らんかと思ってた。よいしょ、よいしょ、うん、硬い、それでも硬い、やばい。いいよ、上を行きます。ここからが本当に癒着してる部分です。大概ここら辺は気持ちいい。女性の人ね、結構バック軽いから、この膝に肩とか悪い人多いんですよ。膝に出たので軽いから。全然誰も不安が。不安だ。なんかあった気がするな。その時か。で、はい、もう一回伸ばします。よいしょ。痛い、気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。よいしょ、ケイ。全然痛くないね。うん、そういうタイプか。おるんだよ、全く痛くない気持ちいいタイプ、うん、もっとやってみたいな。はい、行くよ、うん、はい、力抜く、力抜く、力抜く、はい、力抜く、はい、あ、これ、硬い、右方硬いね、えらい。ほら、指ここまでしか入らない。うん、待って、ここはもう普通に剥がし、うん、右とどう感触。こっちの方は硬いんだけど。右はなくないみたいな。右、全然こう、痛くもなんともない。うん、不干渉レベル。うん、いやー、やばいな、これ。うん、やばいやばいやばい。僕がやばいっていう。大概こう、受けてる人が、やばいやばいやばいって言うけど、僕がやばいっていう。指は入る方なんだけどな、あんまりよろしくない。気持ちいいね。気持ちいいな。うん。よいしょ。ああ。これぐらい、うん、動いた方が僕はこの冬場最高なんで。よーし、まあいいわ。うん。うん、あの結構底なし沼タイプで、はい、マッサージでいったらいくらやっても気持ちいいレベルタイプ。はい。腕をバンダイ。はい。伸ばします。せーの。はい。はい、こう置きまして、腕をこう組んでください。脇を伸ばします。はい。はい、OK。はい、こう置きまして。はい、あー、もう一回肩かな。肩だな、これはな。うん。うん、行こうか。肘で行こうか。うん、肘で。お姉さん、もう肘じゃないとな。指でやっても跳ね返るタイプ。いや、学生の頃つらかったでしょうね、これだけやったら。うん、今もつらいよ。ほんと？うん。今20代ですよね、全然。え、40代。嘘、うん、マジで言ってんの、うん、嘘や。いや、ちょっとびっくりした。あ、であれば、まあ、うん、これだけ硬いのは納得かな。うん。しょうがない？しょうがない。しょうがないじゃしょうがない。うん。いや、もっとなんか、おやもおなん、なんていうかな、うん、いや、ということはもっとやばいっすよ、どんどん。やべえ。メンテナンスしないと。あ、これからね。うん、これからのやつ。やべえ。ここまでやってるのかな。よし。さあ、結構、うん、出るんですけど。じゃあ、最後に肩をね、叩いていきます。うん、そこをちょっと長めにいこうか。うん。響かせる感じ。うん。トコ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 トン、結構お家も気持ちいいんだよね。めっちゃ気持ちいい、うん、やっぱ叩く方が芯まで響きますので、うん、まあ、うん、さっきみたいな押すやり方もいいんだけどね、うんうん、よっぽど硬い人はこうやって叩いた方が意外と効いたりする。まずここから、あ、硬いからね、うん、硬い人はこれいい音がする。いや、押してる。いい音する、うん、いい感じ。いいね、いいね、いい感じ、いい感じ、いい感じ。これ柔らかくなるね。
柔らかくはなるよ多少は、あでももともとがめちゃめちゃ硬いんだから、うん、あの焼け石に水とか言うけど、うん、まあ焼け石にちょっと冷たい水ぐらいにはいける、うん、マッサージ行こうかな。マッサージはね、うん、まあ好きな行った方がいいですよ。我慢できるんやったらこのままでもいいんだけど、まあ結局はまあ最終的にはお金と時間とかいろいろありますんで、まあ、あの体が柔らかくなりたいんだったらもうマッサージは絶対必要不可欠。あ、いい音鳴るわ。いい音鳴る、この方。やばい。硬けりゃ硬いほどこれ本当いいんですよ。あの、こんな高くて、あの、柔らかいとこね、叩けないから。叩けよ。そう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 。いい音が鳴る。過去の中で結構僕の中でワンツースリー、まあそうやな、トップ5まで入るな。そうそう、めっちゃいい、うん、いい音だ、いい音が鳴る。この音が好きな人も結構多いんですよ、マッサージで見る人で。うん、そうなんだ。そう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 、これ聞いてたらこう眠くなるみたいな。ということで、ね、締め入りますよ、はい、ありがとうございます。さあ、お疲れ様でした。ありがとうございます。さあ、あ、聞きたくない、怖い、どう、いいよ、めっちゃいいかもしれない。あ、ちょっといい、うん、いい感じ、いや、相当調子悪かったよ、1週間、うん、だいぶいい、いいです、あ、よかった。結構硬い方だからガチガチ、正直言うんですよ、正直言うんですよ、うん、10分じゃ足りないタイプなんですよ、うん、お姉さん、お姉さんの場合はね、うん、もう余裕で、うん、40分以上は普通に、普通のマッサージでかけたいぐらいの肩はしてます、うん、全体的にね、うん、もっと時間かけないとやる、うん、まあそれはそれでいいとして、うん、まあお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、こちらこそ。